どうも、畑キャンプでございます。畑キャンプです。今回はですね、キャンプって言って遊びといえば何でしょう。焚き火ですか。焚き火もね、まあ確かにもちろん楽しい。でもやっぱりキャンプでアクティビティなんかちょっと遊びましょうって言ったら、こちらチャンバラ。ただのチャンバラではございません。こちら目隠しをしてチャンバラしたいと思います。目隠しチャンバラ、はい。おっ、はい、なんかやる気があるやつが出てきたな。で、今回ですね、はい、はい、キクダキャンプさん、そして私、はい、ハタキャンプ2人、この3人でですね、目隠しチャンバラをね、挑戦したいと思いますんで、ぜひご覧ください。どうぞ。どうそれでは改めてルールを説明します。それぞれにはこの LED ランタンをつけて場所が分かるようになっております。しかし相手からは見えません。フル回数、これは1回のみです、はい。お互いに1回ずつ振ったらリセット、やり直しという号令がかかります。はい、はい、1対1の勝負。あとリングアウトした際にはマイナス1ポイント、マイナス3ポイントで敗退ということになります。何本勝負で勝って1本勝負一分勝負。よろしいでしょうか。わかりました。はい、では始めていきます。じゃあ第一回戦、俺とシンプルよーし、構え、始め。ボカン、リーダー大使の勝ち。第2回戦、キグダキャンプ深夜 VS ハタキャンプシンジ、両者構えて走れ。一本、それまで。勝者、キクダキャンプ、シンジ。好きだと思わなかった。両者構えて。用意、スタート。はい、リーダー一本。はい、シアさん一本。出ろ。分かった、入るぞ。リーダー、シンジ一本。あ、どうや、両方止まった。面白い、両方とも一緒に下がんだ。いや、あれ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 、三者構えて。だって俺ももしかしてあのお前のはず、こんなあったりのバッテリーないのね。はい、こんな感じで皆さんも楽しんでみてください。それでは。